それでは平本選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャルから質問です。えー、試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうか。<laughs> そうですね。あのー、めちゃくちゃ打たれ強くて、あの五、ー、六発本当クリーンヒットっていうかパシーンってこう当たってるカウンターもあったんですけど、もうゾンビだなと思ったんでまあ、テイクっていうか混ぜれて、まあはい。 まあ、とりあえず勝ってよかったです、この試合だけはマジで勝ちたかったのでちょっとしょっぱい試合になっちゃったんですけど、あのー、本当あのもっと練習量を増やして、あのー、戻っていきます、はい。ただ、自分の中ではこの勝ち切れたというのがすごい大きな課題だったので、はい、よかったです。 すみまません失礼しました、えー、先ほどもあの倒れなかったというお話があったヤーマン選手なんですがやはりそれはイメージ前ではもっと本当に一発で倒せる結構ダウンしてるイメージがあったんであのダメージは溜まってると思ったんでのオープンフィンガーのライズで試合もたくさんあのしてるしだからこうどこかでヤーマンが崩れたところを上取って削ってっていうあれだったんですけど思いのほか打たれ強くてこれ徹底的に。 15分間集中してやろうっていうのとそうですね、たぶん、あのも,もらいに来てたというかヤーマン自体もかこうパンチを嫌がった後のその先の,あの攻防も考えてたんですけど1ラウンド目、1、2発蹴った時足の顔思いっきりずるむけちゃってでそれで結構、まあ、もうパンチでなんとか対処しようっていうので最後、近い距離も。 に自分のボクシングを信じたって感じですね。ありがとうございます。それでは、あその試合終わった後にあのに、平本選手がヤーマン選手こう泣いているところをポンと叩いてたんですが、あれはこうどういった意味、どういった言葉をかけたとかあったら教えてもらえますか。あ俺の勝ちっていう。<laughs> <laughs> そこはこう、あの慰めまあまあ、はい。もう終わったらノーサイドなんで。はい、ありがとうございます。それでは今回の試合、勝利しました。今後の目標、展望というのを教えてください。 いや本当にちょっとあの、どうしても今日勝ちたくて、あの勝ちに徹してしまったというか、けど、大事な勝利なんで、まあ、この勝利も噛みしめて、もっとさらにレベル上がっていけたらいいなっていうのもあるし、後ろの試合でしてた、この間、試合したその斉藤選手とかも、ああいうクレベルとの試合とかを見て、もっと自分の中でもっともっと目指していかないといけないなっていうので、まあ、もうシンプルな、リップサービスとかもなく、ただただ努力して、ちょっと強くなります、もっと。 ありがとうございますオフィシャルからは以上になります、えー、ご質問ある方ございましたら挙手にてはい。では順番にマイクをお渡ししますのでお願いしますオリゴンニュース井原ですおめでとうございます、はい、ありがとうございます試合朝倉美久留選手見せつけてやったっていう感覚はありますかまあ打ち合いになったら危ないとかどうのとか言われてますけどどう考えてもあの距離っていうかパンチのああいう距離は俺の方が上手いだろうっていう自信はあったんで打ち合いになったら打ち合いたいっていうかそのボクシングを見せたかったんで まあ、朝倉未来にはできないボクシング技術だったかなという、はい、感じです。まあ、でも本当、そこでしっかり倒していくいろんな展開とかもいろいろあったんですけど結構多分左手、ひび入ってると思うんであの、まあ、またしっかりあの作っていきます。はい、結構顔がかなり赤くなっているので、はい、結構パンチ食らっていや、なんかのもみ合いの時に一発こうヤーマンが。 あまりにももらうんで、これ多分当てれ、多分このまま回転して、その場で倒せるなと思って、乗ろうとした瞬間、もらいながらこう当てに来てたんで、あ、これヤーマンの作戦だなと思って、その当たる瞬間でいけると思った時に、ポこンって一発もらったのが腫れたって感じで、ダメージはないですね、まあ、その一発ぐらいだったかなっていうのと、やっぱあの、やっぱあのゾンビから来るあの、先方も、セコンドから、あもうそれ狙ってるぞ、狙ってるぞってもう聞こえたんで。 ううまく外したかなっていう感じでダメージは全然ないですね。はい、ヤーマン選手先にこうインタビュールーム来られて、勝ち負けを分けたポイントは、まあ、自分の心の弱さだったという,ふうにおっしゃってましたけども。そんなことないから胸張って頑張れよという感じですね。気持ち強かったよ。じゃあ、平本選手はこう勝ち負けを分けたポイントはどこだったと思いますかいや、覚悟の違いですね。 ちなみに今回、まあ、チームブラックローズとして、えー、練習メンバーと一緒にやってこられましたけどもこうそのチームとの日々っていうのを振り返ってみていかかがですかいや、やっぱ、あのー、ね、ジョーから始まって、き今日一日すげえ長かったんで、いつも僕、 入場オープニング出たくないぐらいまでのバリ,バリこうギリギリまで入らないかどうか迷っててあの来ないと減点するぞとか言われるんで早く急いでいく状態なんですけど今日はもうは大試合から上の試合があったんでいや、本当長い一日があのまあ本当あの大塚コーチとか岩崎先生とか周りのサポートも含め本当すげえ長い一日の戦いが終わったなっていうのでちょっと自分が最後勝って締めるでちょっと落ち着いて。 アンドシェルというかちょっと落ち着いてる部分はあるですね。はい。ただまあまあジョーたつき勝ってまあコータとあのアンポはちょっと残念だったですけど、でもそのね何かに立ち向かっていくっていうその勇志っていうかその自分のその格好良さを誇り持ってこれからもやってほしいですね。アンポなんかもいや男だと思いますよ。僕もデビュー戦大みそがボコボコにやられたんで。 これで mma の良さを分かってもらえたらいいかな？って感じですね。そこは芦澤選手も含めてそうですね。流星君も含めする感じですかね？はい。試合終わった後の大田忍キモかったんでぶっ飛ばしもいいかなっていうのはちょっと思ってきました。<laughs> ありがとうございます。最後にちょっとあのまこ、あ、この試合、本当に sns でもすごく盛り上がってたんですけども、やっぱりこうたくさんの応援の声があったと思うんですけども、応援してくれたファンに。 メッセージしたたこといいだけまますかいや本当心震えました入場する前も歓声もすごい大きくて入場中も歓声がすごい大きくて本当こうなんかこうこの試合に向けてねジム行ってる途中とか練習終わって帰り道とかふとこう1人で1人の時間でこう考える移動時間とかいろんなこと考えたりするんですけど、うん、やっぱ1人じゃ人間当たり前だけどないしチームがあって家族がいて仲間がいてっていうか1人じゃないんだよなって思いながら。 なんか謎にずっとこう、そんな風な感じで、ジムに向かって、いつも練習して頑張ろうって感じだった。ちょうど大会のオープニングがそんな感じのことを言ってたんで。すごい、あの、一人じゃないんだなっていうのを感じたんで、すごい、あの。気持ち強く戦いました。ありがとうございます。おめでとうございます。続いて、ご質問。ある方、はい、では。マイク、お持ちします。お待ちください。 スポーーツライターのお世話と言いますすけどお疲れ様でした試合中もう終始冷静だったと思うんですけども、はい、熱くなった部分って場面ってありましたは、まあ、常に熱い気持ちではやってはいるんですけど結構ロープ掴みとかリング,グローブの指の輪っかのところが掴まれたりとか結構してたんで逆にあのやっぱ組み慣れてないっていうかちょっとこう精神的に良くないんだなっていうので安心して試合を運べたんで2ラウンド目かなんか上取って。 終わった時にもう,力感がもう、あのもうグラップリングできない人の力感になってたんで、あとも削っていけば勝てるなっていうふうに、まあ、落ち着いて試合を運べたんで、もう初めて自分から寝かしに行って、乳酸とか、すげえたまるなっていうか、初めての経験だったんですけど、やっぱこういうのを経験、どんどんクリアしていって、まあ、MMA ファイターとして進化していけたらいいなっていうふうに思いますそうしましたら、今日の試合に関して言えば、やっぱり MMA ファイターとしての差を感じた一戦に。 ったっすね、そうですねやたら試合前ヤーマンが俺にテイク来たらもうとんでもないことになるとか俺にテイク来たら後悔するとか言ってたんで多分相当グラップリング寝たらその自信がないの表れで多分相当や組まれるの嫌だったんだろうなと思ったんで意外に四つ組は割と強,強いだろうなと思ってたんでただあそこ削ってどっかで絶対展開で上取れると思ったんで焦らずあの50%の力で試合を進めていこうっていう風に冷静にやれたのが一番良かったなって。 逆にヤマンの攻撃で効いたものってありましたはないっす。こうちょっと貸したぐらいで。まあ腫れたぐらいで、<laughs> はい、全然ないっすね。あのボクシングの攻防は、ね、ストレート対フックってみたいな感じの対立図式がずっと多かったと思うんですけども、はい、そうなるっていうふうには予想してました、やっぱり。いや、僕、そんなことも考えてなかったんですけど、そんなことあるんですか <laughs> ないんじゃないですか。わ <laughs> かりました。ありがとうございます。はい それではヤーマン選手の試合後インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。試合後の率直な感想をお聞かせいただけますでしょうかそうですね。悔しいです。自分が弱かったですね。でも。でも絶対。 これは何が何でも勝ちなかったです <laughs>。絶対いつかやり返します。ありがとうございます。 今回対戦した平本選手ですが実際にこう拳を合わせてみて対戦する前のイメージと違ったところはありましたら教えていただけますかまあでも、そこはイメージ通りでしたねあの全部カウンター狙いでくるんだろうなとは思っていたので自分の <laughs> 心の弱さが出,ちゃった出てしまって 負けたのかなと思いますありがとうございますそれでは今試合を終えたばかりなんですが今後の目標や展望などありましたら教えていただけますでしょうかもう <laughs> 多分この試合で相手はもっと上に行ってしまうと思うんで 総合の試合を積み重ねていってもう一回あいつをぶっ飛ばします今回できなかったんでもう一回あいつのところまで手が届く位置まで MMA を頑張りたいと思いますありがとうございますオフィシャルからは以上になります その他ご質問ある方いらっしゃいましたら挙手にてお願いします順番にマイクを渡しますオリコンニュースの井原氏ですお疲れ様でしたありがとうございます、えー、かなり、えー、悔しい思いをされていらっしゃるかと思うんですけども、こういう思いを今までの試合でされたことっていうのはありましたでしょうかいや今まではなかったですねうちに負けても面白い試合できればいいやと思ってたんで でも今回は何が何でもかしたかったっす。いつもとは違う気持ちが入ってました。 今回この勝ち負けを分けたところは何だったと思いますかそうですね自分の心の弱さがあと先考えてしまったところがありますねその2ラウンドスタミナが 切れるんじゃないかと思って下から抜けようと思えば抜けられたのにあそこで時間が短いあと少しだからと思ってここはスタミナを温存して3ラウンドで決めようっていう心の弱さが出てしまいましたね。あそこで 無理やりでもスタミナを使って抜けてたら相手も疲れて3ラウンドもっと違う結果になってたのかなとは思いました今回の試合は、えー、先月ファイトクラブからの流れがあったかと思いますやっぱその中でこう平本選手と朝倉未来選手の試合っていうストーリーがこの裏で あるように、ファンも、見ていて、そういう点で、こう、ヤーマン選手が、少しこう、損な役回りというか。こう、平本、まあ、朝倉未来平本レンというストーリーの中に、こう、自分がこう、組み込まれているんではないかと。そういう意識っていうのは、なかったでしょうか。ありましたよ。ここで、自分が勝ったら。けわだなっていうのは、あったんですけど、でも、そんな。ドラマとか。ストーリーとか。 関係なく、今回は本当にどうしても勝したかったです。試合前は100%ノーサイドはないというふうにおっしゃってましたけど、その気持ちは今も変わらないですか。あいつはいつか絶対ぶっ倒します。終かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてマイクを持ちします。お待ちください。 スポーツライダーの伏と言いますけど、お疲れ様でした。ありがとうございます。えと試合を通してやっぱり熱くなりすぎたって部分は多かったですか。そうですね。もらわなくてもいいパンチをもらってたのっていうのは思いましたね。多分そのまあパンチ力がそのなんだろうもらっても大丈夫だと思ってあの避けないでもらって。 で自分のパンチはよけられてだったんですごい見え方は悪かったのかなって思いましたインローもかなりもらって途中で足がこうかなりぶれたりした,したと思うんですけど今ダメージはどんな感じですかいやダメージはないですねなんか別にインローもそんな思いっきり蹴ってなかったんであのもう別にもらってもいいやみたいな思ったんで だからもうカットしないでもう蹴ってきたら攻撃返せばいいやみたいな感じで思ってましたあと先ほど心の弱さが出たって発言もありましたけども、はい、今までもそういう心の弱さって出た試合ってありましたかいやないっすねなんかやっぱその組に行ってしまって考える時間が あったったていうのが今まではなかったんでやっぱそこで考える時間ができてしまったがゆえのその無駄な考えが生まれてしまったって感じですねもっともう組み組んでる時ももっと離れることに徹底してればもっと結果は違ったのかなと思いました わかりましたちなみに今右目の上板足を貼ってますけど結構縫ったりしたんですかそうですね四針縫ってきましたわかりましたありがとうございますありがとうございますありがとうございます,いますその他ご質問ございますでしょうかそれではあはいでは、はい、お待ちしますあの試合が終わった後にヤーマン選手も手を挙げてましたけど、はい、自分の中では勝ったという感覚があったんですか 自分の中では勝ったなと思ってましたね。そのなんだろう、すごい揺れてるのは何回もあったんで、でその壁に押してる時間も自分のほが長かったんで、だから、まあ、どこで、まあ、取られてるとしたら2位ぐらいだから、負けはないだろうなとは。 思って3は絶対に自分が取ってたなと思ったんで、まあ、でも、やっぱあの相手のパンチの正確さをジャッジは取ったんだなってあとはやっぱあの平本が打たれ強かったですね今までのやつだったら倒れてるパンチも何個もあったんで打たれ強いのとやっぱ その聞いた後の逃げがうまかったっすね。えっと、そのインターバルのときに、セコンドの判断として、今勝ってるぞ、負けてるぞっていうのは、なんか聞いて聞いてたんですかいやせ、あの、インターバル中は何も言われなかったっすね。でもやっぱ、あの終わった後に、いや、これは取ったでしょみたいな感じでは。 言ってたんで自分の中でも、ままあ、負けはないだろうなと思ってたんでまあでもやっぱ総合っていうなんていうんですかね全体的に見たらまだ自分の試合見れてないですけどまあテイクも取られてあの上に。 いられる時間も多かったんで全体的に見たら総合で見たら負けてたのかなって、まあ、改めて思いましたね、そこをやっぱ MMA, をやっぱ MMA に負けたって感じですかねああのまあ、当初の予定通り来年はもうちょっと試合経験を MMA の試合経験を積んでいきたいって感じですかその小さい試合とかでも。 来年はもっと MMA を積み重ねて絶対いつかリベンジしたいです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ではお疲れ様です。ナンバイブの長と申します。お疲れ様です。すみません。えっ、ー、と二ラウンド途中にあの殴り合いの中でちょっと まあ、微笑めではないですけれども、はい、こう笑みを浮かべるようなシーンもあったように見られたんですがその時って何かこう心境って覚えてらっしゃいますか 2>, 2はあんまり覚えてないですねなんかもう上取られたぐらいしかあんまり覚えてないですちょっと入りすぎてましたね いつもヤンマ選手の試合はこうすごくこうエキサイティングで面白い試合をする、まあ、ご自身もこうかなり楽しくやっているような印象を受けるんですけれども、今回、勝ちにすごくこだわってらっしゃったということで、楽しさとか面白さっていうのは、試合の中で感じることはあったんでしょうかいや、もう一生懸命すぎて、考えてなかったですね。もう今回は本当にたたかったんで もうそれ以外に何も考えてなかったです。もう勝つことに全てを置いてました、今回は。別につまんない試合してもいいやと思ってました。勝てれば。ありがとうございます。他ご質問よろしいでしょうかはい。では、前方にマイクをお持ちします。お持ちください。島 でと申しししまますすよろしくお願い今回はどうしても勝ちたかったって言葉は結構今日何度もあったんですけどなんでそこまでそういう思いになってるんですか自分の気持ちだけじゃないからっすねというとどうやっぱいろんな人の気持ちを背負ってたんで今回はいつもは自分が楽しきゃいいやっていう。 だったんですけど今回はやっぱ平本が自分だけじゃなくてやっぱ自分のお世話になってる人たちの周りまで全員バカにしてたのでもう今回はなんとしてでも勝ってみんなの気持ちを晴らしたかった。 そういう気持ちがありましたね。あとあのまあ後先考えてなかったっていう話があったりし,しましたけど、その平本選手との MMA のレベルの差っていうのは痛感しましたか？いや私そんなに痛感はしてないですね。あの四つもあのそんな強いなと思わなかったですし、まあ、テイクは取られましたけど。 なんだろう。そこから別にそんなにそのグランドで圧倒とかもされはしなかったんで、まただただ本当に自分の心の弱さが出てしまったなっていう感じで負けました。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。他ご質問よろしいでしょうか。あはい。すみません。ではもう一度。 おお願願いいししまますす最後にもう一つ自分が勝ったら KY だというようなこともおっしゃってましたけどもやっぱり SNS でもこの試合にすごく感動したという声があふれてますしヤーマン選手に対する激励とか感謝の声というのはものすごくいっぱいありますなのでそういうヤーマン選手を応援したり試合に感動したというファンの方に向けて一言メッセージいただけますか今回 負けてしまったんですけど絶対に這い上がってリベンジするんでここからの自分を見せてほしいです本当試合前は行きがってて本当申し訳ないと思ってます絶対でも絶対這い上がりますもう それしか今は考えてないですありがとうございます